はい、パート2ですけども、紅茶ができましたんで飲みながら。熱い。うん。リプトンの紅茶っていうのは砂糖もミルクも入れなくても適度な甘みがあって美味しいです。うん。で、パンにシュガーマーガリンっていう風に砂糖が入ってればもう砂糖をコーヒーや飲み物に入れるまでもないですね。紅茶をストレートで飲むっていうのはなかなかいい飲み方だと思いますよ。で、40代になっても50代になってもね、もしかしたら60代になっても男性の恋愛対象ってやっぱりね、20代の女の子とかになるんでしょうね、きっとね。もちろん円熟味を増した40代50代の、まあ、いわゆるね、小股の切れ上がったって昔表現は言いましたけども、女性に感じる魅力っていうのは若さ以外にもたくさんあるんですよ。でも残念ながら若さを失ったら何もないっていう女性が多いとね、結局は若さに集中する20代女性ってことになっちゃうのかなと思います。個人的には素敵な40代50代、場合によっては60代70代の女性結構ね、いるんですよ。まあ、それは恋愛対象っていうよりも敬意を込めていい年の取り方してきたなみたいな人ですよね。まあ、いわゆる美しく年を取ってきた人っていうのかね、そういう方もいらっしゃるんですよ。かと思えば中身がないまんま本当になんかこう這いつくばって生きてるような人もいて、なかなかそういう人には魅力を感じられないかなっていうところ、なんかね、悲壮感を感じるんですけどね。だからそういう意味で言うと好奇心は持つんですけども、じゃあ立ち入ったことが話せるかっていうとそういうことはなんないかなっていうところかね。一緒に食事をしていてもつまんないみたいな人はいるんですよ。一つのポイントとして一緒に飯を食って楽しいかなっていうところが異性関係にすごく重要なところじゃないかなと思うんですよね。うん。こういった菓子パンでも一緒に食べながらね、ドライブをしたりとか山道を歩けばひょっとしたらすごく素敵な時間になるかもしれません。その場その場でどんなドラマが作れるかっていうのも魅力の一つじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばね、年齢を重ねた女性のどんなところに私なりに良さを感じるかっていうと、公園のベンチに腰を下ろすときにハンドバッグからハンカチを出してね、自分の下にこう置いて、でその上に座るとかね。でそれを男性側たる私の方にもどうぞって言って、なんかティッシュを何枚かね、こう置いてくれるとかね。でもっと言うと、公園デートが想定される段階でハンカチを2つ持ってるみたいな、そんな女性は素敵だなと思いますよね。当然私もハンカチ持ってますんで、座る際には自分のハンカチ引きますけども。あとはバッグの中に小さなビニール袋が入っていて、それをね、必要な時にサッと出してくるとかね。そういったところに知性と備えと経験を感じるかなってことです。何でもかんでも場当たり的にやってきた人って、もしもの時の備えっていうのがないんですよね。で、そういう風になるとただ厄介だなって感じるだけなんですよ。だから年齢を重ねるに従って様々なところに気が利くようになっていく、気配りができるようになっていくっていうのはとっても大事なことかなと思います。それがだから女性の魅力になるんじゃないですかね。もちろん男性もそういうところがあると男性の魅力になりますけども、今ね、50代の方とか60代の方って良くも悪くも昔の昭和の影響ってまだ残ってるんですよ。ですんで男性を立ててくれる女性をものすごく好きになりますね。で、下手にそこに男女同権とかっていうこの平成や令和の常識を持ち込むと、それこそジェネレーションギャップが起きて、うまくいくもんもうまくいかなくなりますんで、50代男性を攻略しようと思うと、もろに昭和の価値観を出した方が絶対うまくいきますよ、それは。だって昭和の生まれなわけですから、そこに安心感や納得感を感じるわけですよ。こんな簡単な攻略方法はないと思いますよ。もう回答が見えてるわけなんでね。下手に若者のテンションに合わせていくと、私たちみたいな世代にはすごくね、ギャップを感じるしかなくて戸惑っちゃいますから。まあでも今さらね、40後半とか50の男性になんか恋心抱いてなんとか落としたいなと思う人はあまりいないと思いますけども、あとやっぱり逆にですよ、50代ぐらいの男性が若い女性と付き合おうと思うと、
これもいつも思うことなんですけども、自分の価値観には古い常識を持ち込まない方がいいですね、それは。で、もうこんなこと言ったら、うん、なんか昭和生まれって言われるかもしれないけどって前置きを置いてもダメですよ。もう本当にね、素直にふんふん聞いてるだけの方がいいです。そうだよね、確かにね、そういう考え方にだんだんなってきたなーっていうふうに言うと、言われた方は安心しますから、うん、そうするとね、若い人との距離も詰められるんで、それが恋愛に発展する可能性もあります。つまりは男女関係って信頼関係なんですよね。信頼関係ってのは期待した通りになってくれそうだな、もしくは期待した通りになりそうだな、なってくれたなっていうところの積み重ねなんですよ。ですんで、50代の私とかね、20代の女性とうまくやっていこうと思ったら、信頼していただくってことをまず突破してから、その後で信頼から恋愛につながるか、信頼から本当に、信頼できる おっちゃんみたいになるかの分かれ目があるわけですよ。で、そこになんとか恋愛に持っていこうとすると、うん、それなりのことはいりますけどね。当然お金もいりますよ。時間の余裕も必要ですし、人格とかそれから趣味の問題とかっていうのも関わってきますんでね。ぶっちゃけどうですかね、50代でなんかこうマイカーがなければ20代の女性からどう見られるかなって、これももう回答最初から分かってますよね。頼りないと思われちゃいますよ。車だけじゃないんですけども、もうローンが半分終わったような持ち家とかもいるでしょうしね。だからやっぱりね、ロスジェネ世代には不利ですよ。年収200万とか300万っていうのをなかなか超えられなかった30代を過ごしてきて、安定した仕事もないし、手に職もないしみたいなまんま来ちゃったわけですから、なかなかね、これで恋愛市場に切り込むのはなかなか難しいですよ。打つ手がないわけではないですけどね、少なくともないんだったらこれから、ね、お金にしてもスキルにしても培っていかなくてはいけませんから、まあどうすりゃ一夜にして解決するみたいなものなかったりするのと、一夜にして解決しないともう年齢が来ちゃってるんで残り時間少ないよっていうタイムリミットの問題がありますんで、この矛盾をどう解き明かしていくかになるでしょうねと思いながら、もう一個パン食べようかなと思ってるところです。これはオグランですね。オグラン、あ、こんな感じですいただきます。うん、お金をいっぱい持ってても食べるもん買わないですよ。だからね、 SNS とかで美味しそうな食事、焼肉、海鮮料理ことさらにひけらかす人って、その人自身が食べるのが珍しいんで出しちゃうんですよ。ああいうものでね、気を引く時代も終わりましたからね。まあでもね、美味しい料理を見たら写真撮ってアップしたくなっちゃうんですよ。私もやります、ね、それは調理してくださった方への敬意でもあるんですよね。うん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 なんか食べながら喋るのはなかなか難しいものがありますね。うん、あ、でもお腹いっぱいになってきた。うん、美味しい。紅茶のリプトンの紅茶のストレートってのがいいですね。うん、あったかいし、うん、甘い、甘みがあるこのリプトンの紅茶。紅茶は発がん性物質でしょうか。何でも発がん性ですね、まあね。このままじゃいつか死にますね。あ、みんないつか死ぬか。うん、じゃあ本日のパン食べおしゃべりは以上です。ありがとう。